なぜ多くの人たちが10年、20年近くですかね、裁判で反対したのかということですけども、まずやはり住宅密集して漏れたらもう漏れたらおしまいじゃないかということです。そして絶対安全というのはありえないと。そしてそもそもそこを実験室の中でまともな安全管理やってるんかと。そういうところに何にも答えられていないということなんですね。そこでこの7ページ目の方を見ていただきたいと思うんですが、東京新聞は情報公開と安全性が確保されればいいというんだけども、情報公開秘密保護法で公開されませんよ。安全管理なんて研究者は何の意識もありません。荒井先生がいて申し訳ないんですけど、安全と情報公開がどうかということで、もしこれがダメであればそんなの作るなよということを社説で言うべきなんですよね。だからマスコミに操作されるようなこういう見出しなんですよ。操作されない自分の頭でしっかり考える市民が、原発もそうですけども、やっぱり望まれるというふうに私は思います。早稲田に P3 施設ができるといったようなですね、次々と遺伝子組み換え実験施設がですね、できるということで、まあ、反対運動が各地で広がっていきました。で、まあ、それについてやっぱり私たち DNA 問題研究所もずっと取り組んだ経緯がありまして、で今度の武蔵村山の、感染研の施設がまた復活するっていうことで、まあ、私たちもびっくりしたわけですね。で、そういうことで、こういう実験施設が動くっていうことは、ある意味では研究というのがですね、それだけ行われるということになるわけですね。人工的なこの RNA 干渉っていうのが起きますと、他の生物にも害を及ぼす可能性が出てくるわけですよね。で、特に繁殖に必要な遺伝子を抑制してしまうなど予期せぬ影響っていうのが出る可能性がありまして、でこれもやはり大きな問題になると思うんですね。で、こういうのが今もうアメリカでは実際にジャガイモでも認められてしまって、栽培まで始まってるということなんです。新しい作物、魚が開発されています。これをちょっとご紹介して終わりにしたいと思うんですけど、でこれ遺伝子組み換えリンゴが今登場しておりまして、でこれはいわゆる皮を剥いた時に変色しないリンゴってやつでありまして、でこれは普通のリンゴで変色してるわけですね。だけど遺伝子組み換えリンゴになりますと、こういうふうに変色しませんよっていうリンゴが、でこれもアメリカではもう承認されております。でもう一つですね、鮭が承認されました。でこれは普通のアトランティックサーモンなんですけど、これは大西洋鮭と言われておりますけど、今絶滅危惧種になっております。でこの普通のアトランティックサーモンにキング、一番でっかいっていうんでキングサーモンって名前が付けられてる、チヌークサーモンの成長ホルモンを作る遺伝子を入れる、成長ホルモンを作る遺伝子を入れてるわけですね。でさらにそれだけでなくて、ゲンゲトサキ呼ばれる胸ギに似た魚なんですけど、これの遺伝子を入れて、普通サケの遺伝子っていうのは冬の間働かないんですよ。でだけどこの遺伝子を入れて1年中働くようにしちゃったんですね。でそうするともう普通ですと3年で1人前になるサケが1年半で1人前になりますよということです。半分の期間で、これを挑んで成長させますと、普通のアトランティックサーモンに対して遺伝子組み換えサケはこんなにでっかくなりますよということなんですね。